こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日はこの江戸川の河原、早朝なんですけども、早朝っていうほど早朝じゃないかな、7時は回ってるんですけども、これから撮影しようと思って、この EOS の R5 に、これキャノン製のアダプターですね、 EF から RF へのアダプターをつけて、先についてるレンズがこちら、トキナーの ATXI100mm F2.8FF マクロプラスということで、このレンズで撮っていこうと思います。ところでマクロレンズというレンズがありますね。これは2分の1倍から等倍、かなり大きく写せるレンズという意味なんですね。マクロレンズって2分の1倍以上のサイズで写せるということを表すわけなんですけども、2分の1倍とか等倍、何に対して等倍、等しい倍率なのかということは疑問になりますよね。実は年末大掃除の時に見つけたんですけども、こんなのがありまして、これ分かりますか？35ミリ版マウントとありますね。プラスチックマウントとありますけども、これどういうものかというと、こういったもので、これね、当時といってもまあ90年代ぐらい、デジタル一眼レフが普及する前、フィルムカメラで一眼レフで撮影している人多かったわけですけども、そういった時に撮影したフィルム、よく言うネガフィルムではなくってカラーリバース、ポジフィルムというもので撮影したものを、このマウントプラスチックのね、これに挟んで入れて、これで投影機で投影した、投影機というのはスライドプロジェクターですね。今の液晶プロジェクターではなくって、このスライドをそのまま見せる投影機を使って写真を見せたという時代があるんですが、実際入ったものもありますかね。スライドが入った状態だと、なかなかね、今見る機会がないもんですから珍しいかもしれないんですけども、こんな感じ、あ、なんとなく写真が入ってるの分かりますね。はい、こういう形で当時撮ったフィルムを処理してたと言いますかね、これで写してたわけなんですけども、このサイズ、これがねフィルムサイズということで、 24×36mm、 これがフィルムのサイズ、ライカ版と言われるサイズなんですね。高さ方向が 24mm、 幅方向が 36mm ということなんです。これを 35mm フルサイズなんて言い方をしますけども、これと同じサイズのセンサーがこの EOS R5 のここに入っているということになるわけですね。まあ、正しくはこの線がセンサー面ですから、ここのあたりに入っているということになるんでしょうけども、このサイズがそのまま映るのが等倍ということなので、被写体がこの枠に入る範囲ということはかなり大きいですよ。かなり大きいというか、かなり狭い範囲のものを大きく映すという感じになるんですよ。これが入るのを等倍と言います。24×36mm、 そしてこれの横幅方向が2倍、高さ方向を2倍にすると2分の1倍ということになりますから、とにかくかなり大きく写せるレンズが等倍マクロレンズということになりますね。それではここで、もう霜が張っているこの寒い江戸川の河原で被写体を探して撮っていこうと思います。はい、これがね、江戸川の河原なんですけども、日が当たってないところはね、全くまだ霜が残ってるんですよね。で、等倍ということはこのサイズが映る、こんな感じですよ。もうすごい狭い範囲が映るということがわかりますよね。まあ実際このプラスチックのマウントを持ってうろうろするかどうかはともかくとして、 24×36mm というのが映る範囲ということを意識して撮ると、あ、かなり大きく撮れるなということがわかるかもしれません。まあ、これが最大値というわけで、これよりももっと広い範囲を映すこともちろんできるわけですから、あとはカメラをセットしてどういう感じでこの冬の風景にするかということを考えて撮っていこうということになりますね。今回は等倍で撮影することを狙ってカメラを持ち出したので、三脚も用意しました。これはスリックのライトカーボン E74 という三脚です。 EOS R5 を取り付けるにはちょっと細めかもしれないくらいの
ただこのフィールドで使う分には必要十分なサイズの三脚ということになりますね。最新のカメラだと、まあレンズにも手ブレ補正が入っていたりということがありますから、三脚いらないんじゃないのと思われるかもしれませんけども、等倍、つまりこの 24×36mm の範囲に被写体を入れて、それで狙ったところをずっと構え続ける、なかなか難しいわけです。そういった時にシンプルに三脚に固定してしまう方が狙った通りの構図を維持ができて、でしかもシャッタースピードを気にせずに撮影ができるということになりますね。あ、シャッタースピードのね、考慮しなきゃいけないという時はあります。あの被写体ブレと言いますか、風で震えるような場合ですよね。まあ今回は相手が霜がついている植物、風で揺れるようなものではないので、これで場合によってはスローシャッター絞り込んでっていうことができるかもしれませんね。この時のあの ATXI100mmF2.8FF マクロの特徴なんですが、このピントリングですね、フォーカスクラッチという構造になってまして、これ AF になってるのを手前に引いて MF にするとマニュアルフォーカスに切り替わるということで、どこかスイッチを操作するっていうことがなくって、直感的にですね、このピントリングの前後だけで AF、MF が切り替えできる。でこちら MF にするとカメラの本体の方も MF と認識をするという構造なのが特徴ですね。でマクロレンズ、これマニュアルフォーカスにしておいて一番撮影距離が近い状態、これですね、0.3 メーター1対1倍等倍と出てますね。この状態にしておいてピントが合う距離まで近づければ等倍撮影ということになりますから、オートフォーカスだとね、なかなかピントが迷ったりとか、本当に等倍になってるのかどうかよくわからないなんということがありますけども、とにかく等倍にしてセットして撮影ということにすると確実に等倍撮影ができるということですね。実際の撮影シーンですね、絞りが F25、感度100だと2秒という露光時間になりました。ここまでね近づいてしまうと、やっぱり絞りを絞り込んで被写回頻度少し深くしたいなという感じがありますね。そして撮影の様子はこんな距離ですよ。レンズ先端からどんなもんだろう、センサー面から30センチぐらいで等倍ということですから、ここまで近づきますので、三脚はこのように足が開くものを選ぶこと、そしてまあ三脚をちゃんと立ててフレーミングをすることということが重要ですね。今日はそういった具合で等倍の意味というところと、実際に等倍でフィールドで撮影するということで、今回はトキナーの ATXI100mmF2.8FF マクロで撮影をしてみました。まあこのようにマクロレンズ、非常に物を大きく撮ることができる楽しみがありますので、ぜひチェックしてみてください。